こんばんは。2月26日土曜日のバッハプラザです。今日も埼玉県内はよく晴れましたね。日中は南風も入ってきまして、気温は14度ぐらいまで上がりました。予報ではですね、明日の日中北寄りの風が強めに吹くということですが、ただ気温はさらに上がって16度近くまで達するということです。まあ、これだけ天気がいいと外出もしたくなりますが、まあ、その際は感染症対策しっかりととってお出かけいただければと思います。さて、今晩のバッハプラザですが、川口オート、そして大宮競輪についてお送りする30分間となります。まずは川口オートのコーナーから参りましょう。さて、川口オート全権情報ということで、岩切かなえさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、開設記念の興奮が冷めやらぬ中始まりますね。そうなんです。もう暑かったですよね。激熱バトルでした。はい、もう見事小林瑞希選手が地元の G1 制覇しましたけれども、はい、はい、そのこの大会3度の準優勝という悔しい思いをしている香谷武之選手、やっと一歩ね、2人の熱い思いが、ね、伝わってきた。本当そんなレースでした。そうでしたね。うん、はい、まあ、その優勝戦にも乗っていました、はい、青山周平選手、そして中村雅人選手、大木光選手も今節斡旋されていまして、はい、今節も白熱のレースとなりそうです。うん、では明日11レース12レースに出場する選手にインタビューしてきましたので、そちらをご覧ください。では武藤博美選手にお話を伺います。前節は川口の G1 解説記念でした。エンジンの状態としてはいかがでしたか？はい、車が良かったんで最終日行こうと思ったら反則しちゃったんですけど、すいませんでした。いや、でも前節 の、 そのエンジンの状態としては良かったということなんですね。はい、エンジンは最近ずっといいんですけど、はい、タイヤ次第というところが大きいです。わかりました。今節もタイヤはいいタイヤがありますか？あるんですけど、いつ使うか迷ってます。お、じゃあちょっと勝負どころ、はい、でも明日から勝負なんですけど、ね、困っちゃうんですよね。そうですね。じゃあ、はい、初日からいいタイヤでいけたらというところなんです。とりあえず探していきます明日も。はい、わかりました。整備の方はどう考えてますか？整備はないです。お、じゃあもういい状態なのでそのまま行ってもいいかなという、はいはい、むしろタイヤがあれば行きたくないぐらいなんですか。はい、わかりました、はい、スタートはどうですか？スタートはまあ枠なりには切れると思います。わかりました。今節どんなレースをしていきたいですか？そうですね、あの無知にならないように、お客さん買ってくれたお客さん儲かるように頑張ります。はい、頑張ってください。では最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、明日から頑張るんでよろしくお願いします。では野本芳明選手にお話を伺います。はい、前々節2節前ですね、はい、優勝おめでとうございました。ありがとうございます。2度目の優勝でしたね。はい、良かったです。はい、そして前節も優勝戦に乗ってましたけれども。そうですね。近況、エンジンの状態は良さそうですか？エンジンはすごくいいと思います。今乗り味どうですか？乗ってて乗り味、そうですね、まあ、日によって、まあ、前回一先なんかは良かったり良くなかったりはあったんですけど、まあ安定していいところに持ってこれてるかなとは思います。川口で練習には乗りましたか？はい、そうですね、朝練行ってやっぱちょっと合わなかったんで、まあ、いろいろセッティング変えたりして、まあ、そこそこいい音は出たんで、まあ、走ってくれると思います。わかりました。あとはスタートのキレどうですか？はい、スタートはそうですね、まあ、一生懸命練習して、まあ、クラッチセッティングとかもいろいろ変えて研究して、まあ、最近いい感じで切れてると思います。いや本当あの10前を食うようなスタート切ってましたもんね。はいはい、まあ、たまたまですけどいろいろと研究をされたんですね。はい、そうですね。あとはタイヤはいいタイヤがありますか？タイヤはそうですね、最近いいのが結構入ってきてて、まあ、新しいのをちょっと試しつつ、まあ、ダメだったらそっちを使う感じで今やってます。わかりました。では今節どんなレースしたいですか？そうですね、まあ、今節3日ってまた短いんで、まあ、明日からちょっと気合い入れて、まあ、ミスのないようにしっかり走りたいと思います。はい、では最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、今節も精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします。それでは岩田博美選手にお話を伺います。前節はこの地元 G1 解説記念でしたけれども、エンジンの状態としてはいかがでしたか？そんなに悪くないんですけど、はい、すごい良かったっていう感じもしなかったです。うん、はい、その乗り味、そのいいところと悪いところ、どんなところがありましたか？乗りやすさはあるんですけど、ちょっとパンチ不足という感じが、まあ、前回だけじゃなく最近ずっと続いているような気がします。わかりました。明日に向けて整備はどう考えていますか？
セッティングをちょこっとレース前にやって、はい、あとはタイヤ探しがメインにやっていきたいです。タイヤは今のところ見つかってますか？今日見つからなかったので、はい、前節もタイヤによって結構着が、はい、左右されてしまったので、はい、明日いいの見つけたいですね。わかりました。スタートの切れはいかがですか？切れてないです。はい、スタートに関しては何か扱っていきますか？まあ、いろいろ今中身を入れ替えて練習しているので、はい、一応レース前にもいろいろ試してみます。いろいろセッティングを試しているところ、はい、分かりました。今節どんなレースしていきたいですか？そうですね、毎日車検絡みできるように、はい、精一杯頑張ります。では最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、今回ショートシリーズなんですけど、はい、一層一層頑張りますので応援よろしくお願いします。では青山周平選手にお話を伺います。前節 G1 解説記念お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。さあ前節優勝戦まで乗りましたけれども、動きはどうでしたか？まあ、準決勝まで、まあ、順調にいって、まあ、優勝戦も少し整備したんですけど、まあ、タイヤなのか、エンジンの調整ミスなのか、ちょっとうまく前に進むことができなかったです。はい、その予選道中の動きとしては良かったということですか？そうですね、まあ、全体的に安定はしているんで、まあ、毎日こう少しずつ調整しながらやってるんですけど、はい、分かりました。明日に向けては整備はどうされますか？まあ、前回の延長で、まあ、また明日考えます。分かりました。スタートの切れはいかがでしょうか？スタートは、まあ、無駄なんですけど、まあ、しっかり練習して、いいスタート切りたいです。タイヤはいいタイヤがありますか？タイヤはないんで、また明日当てて、まあ、いいタイヤを見つけたいです。はい、今節どんなレースしていきたいですか？まあ、また前節と違って、まあ、ハンデ戦長くなるんで、まあ、しっかりさばいて、前に進んでいけるように頑張りたいです。はい、では最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、連続で川口にいるんで、まあ、前回の失敗を、いい形になるように一生懸命3日間頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、まあ、確かに青山選手は優勝戦前回 G1 戦苦しかったですもんね。うん、そうですね。そのあたりどう対処してくるかね、うん、はい、注目ですが、あとはあの野本選手、はい、ものすごいスタート切ってましたよね。もう今全国的にも指折りのスタート力と言っていいと思いますね。うん、もう今日インタビューしたらいろいろと研究をされたということで。あ、そうなんですか。その研究の賜物なんだなと思って、うん、なんか今節もそのスタート力に期待したいなと思います。あとはあの、はい、中村雅人選手、ちょっと今日インタビューできなかったんですけれども、前節の解説記念の初日に1走24という自己ベストタイムを、素晴らしいレースも良かったですよね。はい、そうですよね。うん、それでご本人に伺ったら、はい、なんか出ちゃったねということをおっしゃってまして、中村選手らしいですね。まあ、ただそのエンジンのベースが良くないと、はい、まあ、そのタイムは出ないと思うということだったので、まあ、状態はいいと思いますので、はいはい、今節も中村選手の走りに注目したいです。うん、はい、期待したいと思います。はい、インタビューをご覧いただきました。さあ岩金ちゃん、はい、その他でちょっと注目点ありますか？そうですね、はい、やはり佐藤玲選手注目したいなと思っています。はい、やっぱりあの前回初めての優勝戦で惜しくも2着ということだったんですよね。はい、ただあのお話聞いてみると、うん、まあ、前の荒井日和選手を抜くのに時間がかかってしまったと、はい、うん、まあ、ちょっとレースはきつかったですねとおっしゃってたんですけど、うん、最後の1周回で抜かれてしまったので、やっぱり悔しい思いもあると思うので、はい、うん、まあ、今節も燃えてると思います。はい、若手の頑張りにも、ね、期待したいところですね。はい、以上川口音のコーナーをお伝えしました。岩切さん、ありがとうございました。ありがとうございました。
はい。